おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にプリティダービー実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回何の話をしていくかと言いますと、最強サポートカードということでですね、どんなサポートカードが強くて価値があり取り行くべきなのかっていう話をしていきます。でサポートカードなんですけれども、それぞれに優先度、全体的に優先度っていうものがありまして、主にそれが3つあると私は考えています。汎用性、スキルの数、そして特化しているか否かといったところですね。まあ、そこを踏まえてですね見ていきましょう。まず言わずもがな、一番現状ね環境にはまってくるといったら、こちら手綱さんのサポートカードですね。回復量に特化し、回復量特化のカードになっていて、一緒に練習した時の体力消費のダウンだったり、イベントでの体力回復など、どこを取っても最強クラスのカードです。特にですね、体力回復ですとか回復量というものに関係するとですね、全てのキャラクターのどんな場面にでも生きてくるということでですね、めちゃくちゃ汎用性が高いです。圧倒的に汎用性が高いということでですね、こちらダントツ1位ではあるんですが、ついでですね価値があるカード、まあ、私の感覚なんですけれども、ついで価値があるカード2戦のまず1戦目がこちら、東海帝王ですね。このカードもめちゃくちゃ優秀なカードになってます。残念ながらね、東海帝王の育成に使えないのが一つネックですね。キャラとの重複は注意しなければいけませんが、このカードはめちゃくちゃ優秀なスキルを複数持ってます。コース取りがスムーズになったりですとか、後ろの方だと、まあ、対応がね良くなったりですとか、まあ、コース取りが良くなったりですとか、まあ、こんな感じでですね、汎用性の高い金スキルを複数持ってます。特に直線で加速力が上昇するスキルを持ってるんですが、それが強いね。ラストスパートの追い込みっていう面では、どのカードにおいてもすごく価値があるし、どのキャラの育成でも必ず使うものですし、やっぱりそれがね、この金スキルが5つあるっていうのがめちゃくちゃいいですね。先行タイプのスキルも持っているんですけれども、やはり多くのキャラクターが得意なタイプ、まあ、得意な戦術として先行を持っている以上ですね、それもバカにできません。本当にですね、汎用性があり、多くのキャラでどんなキャラにもハマる特徴を持っている、スキルを持っているということでですね、この東海帝王の SS レアすごくいいカードになってます。例えばね、1個2個だったら同じスキルを持っている SS レアってあるんですけれども、それがですねここまで5個あって、かつどれ引いてもまあまあちゃんと戦力になってくれるし使いやすいっていうのは、このカードを置いて現状他にないかなと個人的には思います。手綱さんと1個違う点は、東海帝王には使えない、重複してしまうっていう点ではあるものの、それを除いてしまえばほぼほぼ、ベストと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。そして同じようにですね、東海帝王と並び立つのがスペシャルウィークの SS レアです。さすが主人公ですね。このカードのいいところも、所持スキルがかなり多いところです。めちゃくちゃ多いってわけではないんですが、このラストスパートでの速度上昇というね、めちゃくちゃ有能な金、最強クラスに有能な金を持ちつつ、他もちゃんと使えると、これがいいところですね。コーナーの対応もできますし、持久力の上昇、これもめちゃくちゃ優秀です。持久力を上げるね、スタミナなかなか上げれなかったよっていう時に、このスキル1個あればそれを補ってくれますから、すごく優秀なスキルだと思ってください。でちゃんとこれだけスキルの数があるっていうのはめちゃくちゃ優秀。本当にやっぱりね、1個2個優秀なスキル持っているっていうカードだったら、やはり SS レアって全部優秀なので持ってるんですけど、これだけね固まってるかって言われたらなかなかないんですよね。ってなると、まあ手綱さんの次にこの東海帝王、そしてスペシャルウィーク食い込んでくるのかなと思います。さあそしたらですね、その次なんですが、ここからは所持スキルの数ですとか、あとは特化しているかどうかっていったところになってきます。所持スキルの数はね、多ければ多いほど汎用性が広がるのでいいんですが、まずはですね、所持スキルは少ないが優秀なスキル持ちいきましょう。どこだ、日誌のフラワーありましたね、こちらです。所持スキルはねちょっと少ないです、彼女は。ただ持っているスキルはとても優秀です。はい、まずはこちらですね。いやー強いね、まあ、マイルって制限があるけど強い。そしてこのコーナーね、とても優秀です。直線で速度が上がるっていうのもいいですね。まあ、ただ所持スキルの少なさから、やはりまあティア1、
まあ、スペシャルウィークでしたり東海帝王といったところには勝てないのかなということですね。汎用性が高いのはいいところではあるんですが、スペシャルウィーク東海帝王に食い込まないのは所持スキルの少なさ。逆に次は所持スキルが多くて、かなりねキャラの育成に幅を持たせられるカードです。ゴールドシップこちらですね、最多の14個を誇ります。ただですね、こちら最多14個のスキルがあるものの、その多くがですね長距離だったり追い込みのキャラを作る際に使うものになってます。なんで長距離追い込みを作ることはできるんですが、それ以外の育成にはなかなか向いていないといった形になってます。でこれって、じゃあ汎用性ないじゃんって話なんですけど、そうなんですよ、汎用性がないんです。汎用性がないとですね、やはり使えるところの制限がかかってきたり、実際に入れたところでね役に立たないとか、スキル覚えても絶対使わないっていう形になっちゃうので、どれだけ強くてもスキルの数が多くても汎用性が高いカードにはかなわないのかなと思います。ただまあ超長期的に見ればね特化してる方がいいんですけど、やはりまだまだ序盤ということで汎用性があるカードの方が、優先的に、揃えていただきたいものになるかなといったような感じですね。でその後にはですね、本当にサイレンス鈴鹿だとか桜爆心王だとかの、超特化型。サイレンス鈴鹿に関しては逃げスキル8個持っていて、逃げが得意なキャラ作るんだったらもうこれといった感じですし、桜爆心王も短距離スキルに特化していて、短距離キャラ作るんだったらこれといったようなカードになってます。ここら辺になってくるとですね、本当に特化しているものになってきて、ゴールドシップよりより特化したいものになってきます。ここまで特化するとですね、そのキャラを作る上では汎用性が高いカードよりも圧倒的に強くなってきますので、まあまあまあ考え方によっては長期的に考えたらとても有効なカードになってきます。例えばね、私が持ってるこれとかスキルの数悪くないように見えるんですが、なかなかね使いどころがないんですよね、この推しとかね。うん、1個強いのがあってもやっぱり他がちょっと微妙とかってなっちゃうとなかなか使いづらかったりするので、そういう面ではですね、初めの方に挙げたスペシャルウィーク東海帝王の SS レアっていうものはいいスキルを持っていて汎用性が高いっていう面でやはり2トップなのかなと思います。さあそうしたらですね、私この後に実際にガチャ引いていきます。私がただ単に SS レア欲しいからなんですけど、ちょっとですね想像以上にサポートカードが大切だなと、実際に育成やっていく中で本当にねサポートカードゲーといっても過言ではないぐらいサポートカード大切かなと思いますので、ぜひぜひ皆さんもね余裕がある方ね、確定1枚か1枚確定のやつあるのでこれ引いていただけたらなと思います。さあ私は誰が欲しいかというとね、キャラが重複しなければ誰でもいいといったのが正直なところですね。もちろん欲しいのは、東海帝王とスペシャルウィークではあるんですが、東海帝王ねちょっとあれなので、私スペシャルウィークの SS レア日本一のステージいただけたらなと思います。思いますとか言ってるんですけど基本来ないのであれなんですけど、さあやっていきましょう。さあ2枚ぐらい来てくれてもええんやで。1枚だね。これあれですかね、なんか途中での確かモーション変更、モーションというかねこのエフェクト変更が多分あるはずなので、もしかしたらまだワンチャンある。こういう方がね個人的には好きですね。なんか一番初めだけ見てもうこっからなんかね銀から金にならないとか金から虹にならないとかってなったらもうスキップすればいいじゃないですか。でもなるんだったらこうやってねペラペラめくっていく楽しみが。おっと 1枚目ですね。アグネスタキオンありがとうございます。これなんだっけな、なんかに特化してた気がする、中距離かなんか。おっきゃ金来ていく。あ、かわいすぎる、かわいすぎるぞ、やばい、もうめちゃくちゃかわいい。そして虹は、あーなるほどね、これなんだっけな、弱くはないんだけどスキルの数が少ないんですよね確か。そうだね、スキルの数が少ない。ただ持ってるスキル自体は汎用性があって悪くないんですが、やはりちょっとスキルの数が少ないからちょっと上位陣には劣ってしまう。特化もしてないしスキルの数も少ないしといったような感じですね。ただまあ汎用性があるスキルには変わりないので、まあまあ良しとしましょう。あんまりね私が持っていないところで特化されてもちょっと困っちゃうので、そういう面ではギリギリ妥協できるところではないでしょうか。ってことでですね、今回の動画はこんな感じです。皆さんもねサポートカードをいろいろねデッキに組み込むときに適当におすすめで組むんじゃなくて、ぜひぜひねちょっと持っているスキルとか確認してから組んでいただけたらと思います。ってことで豆腐でした。バイバイ。
ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。